いわき山神社巫女の相馬みですここ旧いわき町はおいしいお米やりんごそして竹きみという甘くておいしいトウモロコシなどたくさんの特産品がありますそして源泉も多い土地なので緑に囲まれたとても気持ちのいい温泉もたくさんありますそして今日私がおすすめするのはいわき山神社駐車場にあるカランカランアイスです おばさんたちがリヤカーを引く際に鐘を鳴らして歩くことからカランカランアイスまたはチリンチリンアイスと呼ばれています境内を歩く参拝者の方ほとんどが食べているこのアイス味はとってもさっぱりしていてほんのり甘い夏にぴったりのアイスですぜひ皆さん参拝の際は試してみてくださいね